ははいはいははい。ということでやっていきまびの疑問。今回のクリア率は約 7% なんだぜ。見蹴り消す気消す。英語勉強してこい。なんだこれ。おっと、まずはキラーちゃんのお出迎え。さすがクッパ嬢、礼儀がしっかりしてますね。どこがだよ、むしろお邪魔しますからいきなり襲おうとしてんじゃねえか。え、いきなり襲うって常識じゃないの？お前は今までどんな環境で育ってきたんだ？常に血しぶき舞う世界で生きてきました。怖すぎるんだが。よし、じゃあ進んでいくぞ。了解了解。これは普通に降りていいかな？明らかに降り方が普通じゃなかったんだが。てへペロ。可愛くない。てへペロペロ。汚い。でも今のところまだ危ない感じしないね。と言っていた時期が私にもありました。さすがど下手くそまんじゅう。あ、ちょっと待って。これダメなやつじゃないですかー。はいはーい。ただいまでごわす。と同時にダメージを受けていくまんじゅう。いやー、かっこよすぎて惚れちゃいます。なぜその考えに至るのか、お前の脳を解剖してみてみたいんだぜ。もう脳をいじられるのはコリゴリです。なんで過去に脳いじられてんだよ。そしてなんでお前はそれで生きてんだよ。おかしいだろうが。私は人造人間ヒャダルコ・レイムちゃんです。納得していただけましたか？それで納得した。っていうと思ってるのか？ワンチャンあるかなって思って。あるわけねえよ。さて、そう言ってる間に恐ろしいゾーンを無事突破できたな。これは大きいんだぜ。それでは土管にお邪魔しまびのぎおん。この先ゴールとかないかな？もちろんそんなことはなかったな。え？なになに？モグラーニャ対戦何してるの？ちょっと乗せてもらいますよ。ふぅ、びっくりしました。いきなりモグラーニャ対戦がご乱心しだすんだもん。ご乱心ってなんだよ。そしてここはこのまま立っていれば突破できそうか？あ、そんな感じするね。若干全自動コースっぽいし、このままゴールをなしやす。だが何が起こるかわからないし、油断するなよ。え？なんか言った？お前今寝てたよな？寝てないでござる。寝てたという証拠ないですよね？なら私は無罪です。なんだろう、マジでこいつの脳みそをかき混ぜてやりてぇ。だから二度とそれはしたくないって言ってるじゃん。だからなんで脳みそかき混ぜられてお前は言ってんだよ。一言で言うと、奇跡でも不可能だ。さて、Pスイッチがあったが、どこで使うんだ？お、発見発見発見、でん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 。ということで、ポチッとな、からの土管にお邪魔しまびのぎおん。ここで中間、結構長めのステージだな。まあこのマリオメーカーの天才と言われた霊夢ちゃんなら何の問題もありません。おいマリオメーカーの天才、速攻でチビマリオになってるんだが。そんな時もあるんです。仕方ありません。天才じゃねえじゃねえか。ここはスピンでパックンマックンの上を進んでいく感じかな？みたいだな。そしてハテナブロックの中にはキノコとピースイッチ。一応ピースイッチは持っていくとするか。でもこのピースイッチどこで使うのかな？鉄点をマグマダイブして解除。今度はそっち左に行きます。よし、これであとは落ち着いてピースイッチを踏めばよさそうだな。それでは扉に入りのーゴール。レイムを一回倒した。それで満足だ。さっきは見事にやられたからな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきましょうか。今回のクリア率は約 4% だね。急がないといけないコース、ということは制限時間が短いかもですね。みたいだね、じゃあ行こうか。行きますよ。って、なかなか難しそうだね。今度こそ行きます。ここは小ジャンプでボタンをすぐ離す感覚で行けば。まさかの2回目でクリア、正直びっくりしました。まあ完全奇跡でしょ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。